侍に意地があるように商人にも意地がある。こいつに好きなだけの値をつけてもらいましょう。その値次第ではわしはこの場で死なせてもらいます。第40話幼き後ろ姿の巻。いざ、かぶいた木染め屋を見極めん。こいつも必死なんですよ。マリンクさん、カジンクさんにしたことを報告でござる。行くぞ。